こんにちは、えのき商店です。今日はプレミアムテキーラフォルタレサのレポサドをご紹介いたします。こちらですね、フォルタレサの蒸留所、プレミアムテキーラ作るところはいっぱいあるんですけれども、もう材料のね、このブルーアガベ、通常はね、他のところ45キロでこう、この玉が45キロぐらいでね、刈り取っちゃうところをさらに大きい110キロまで成長させて刈り取ります。これね、成長が遅いで何年もかかってます。で、そういったね、大きなブルーアガベ使うことによって辛みが少ないテキーラに仕上がってます。でね、蒸留もね、通常はね、8時間ぐらいのところを30時間ぐらいかけて透過させてね、じっくり時間かけて作るので、青臭さがなくなって、バターのようなアロマが感じられるのが特徴となっております。それでですね、このレポサドはですね、熟成6ヶ月から9ヶ月ぐらいのものをボトリングしております。香りがですね、グレープフルーツ、キャラメル、バター、セージのような香りがあって、味わいがオイリーでね、リンゴ、バニラ、キャラメル、シナモンのような香り、味わいが楽しめます。フィニッシュにね、スパイシーさがちょっとさっとくるようです。ぜひね、こちらのテキーラお試しいただければと思います。はい、こちらの商品、えのき商店のネットショップで販売しております。概要欄にアドレスを記載しておりますので、そちらの方からお買い求めいただけます。ご視聴ありがとうございました。